はい、どうも皆さんこんにちは。DK ヒーローです。はい、今回、フラッシュライトの紹介なんですけども、なかなかね、面白いですよ。まあ、普段使いに便利そうなのが1本と、かなり変態的な、マニアの方は大喜びするような、そんな2本のライトを紹介したいと思います。こちらでございます。じゃじゃじゃん。はい、こちら、オーライトさんからいただきました。こっちが、ウォーリアー 3S。こちらが、オーディンターボ。というですね、2本のフラッシュライトを紹介したいと思います。さあ、今回ねこの2本の紹介なんですけども、まあちょっとね2本あるんでサクサクといきましょう。まずこちらウォーリアー 3S、こちらですね、中身はこんな感じです。はい、こちらですね、まあ普段使いに便利なちょうどいいサイズのハンドライトですね。で、付属品は専用のホルダーと取扱説明書、そして専用充電器です。この充電器もね、結構面白いので、後ほど紹介したいと思います。それでは、このウォーリアー 3S、近くでご覧いただきましょう。はい、こちらがウォーリアー 3S です。まあ本当に、普段使いに最適なサイズで、握るとこんな感じですね。で、これのカタログスペックを最初にお伝えしましょう。まず一番暗い、ムーンモード。これで1ルーメンです。バッテリー持続時間は55日間。で、こちらがローモード、15ルーメン。130時間です。で、ミディアム200ルーメン13時間。ハイ800ルーメン166分間から39分間です。で、一番明るいターボモードで2300ルーメン 2.5 分から39分間となっています。バッテリー残量に応じて明るさが変化するタイプですね。ちなみにこれ結構熱くなりますので、ターボモード常用は気をつけた方がいいかもしれません。で、対衝撃 1.5 メートル IPX8 です。で、本体先端ですね。ベゼルの部分はこんな感じでギザギザになっています。ベゼルだけね、青色になっていますので、いいアクセントですね。で、正面から見るとこんな感じです。ここに何かついてるの分かりますか？これがですね、センサーです。こうやってつけた時に、先に何かがあると、自動で明るさ調整してくれます。で、こうやって、ずっと何かに阻まれた状態で一定時間が経つと自動で電源が切れます。なので結構フラッシュライトあるあるなんですけども、ポケットの中とかカバンの中とかで電源が入ってしまってずっとつきっぱなしになってしまうという、それが防げるわけですね。で、オーライトのメーカー名とこちら側にはウォーリアー 3S のプリントが入っています。で、こちらがサイドスイッチですね。こちらにいろいろインジケーターもついてまして、これがバッテリー残量ですね。どのモードでついてるかを示すインジケーターランプです。なんでこれがムーンモードであればランプ1個、ターボモードであれば全部点灯といった感じのインジケーターランプです。で、このスイッチ周りは置いた時に転がりづらいようにこうやって面がついていますね。で、グリップの滑り止め加工はこんな感じで、セレーション加工ですね。そして今これちょっと取り外しちゃったんですけども、ここのくびれの部分にはこういうクリップをつけることができます。なのでこれつけておけば、ポケットとかに引っ掛けておくことが可能ですね。はい、そしてバッテリーは、ここひねると取り出せます。5000mAh 3.6V の 21700 バッテリーです。はい、そしてテール部分ですね。このテールスイッチを押すと、一発でターボモードに入ります。で、半押しでちょっと暗めに光ります。押し込んでターボですね。で、充電はこの付属の充電ケーブル、これをですね、このテールの部分にこうやって磁石で付けられるんですね。これで充電できます。なので、まあ専用の充電器が必要というのはありますけども、ちょっとなんかかっこいい感じですよね。はい。そしてですね、こちら、なんとエアガンに取り付けることもできます。オプションでこういうものがあるんですよ。まずこちらがライトマウントですね。ここにライトを挿して、そして20ミリレールで取り付けることができます。はい、このマウントを使うとね、こんな感じで20ミリレールに取り付けることができます。で、さらにこのスイッチケーブルをつければ、これもね、こうやって磁石なんですよ。これでね、こうやって点灯もできます。まあ、後ほどね、真っ暗なサバイバルゲームフィールドで使ってきますので、お楽しみに。というのがウォーリアー 3S です。はい、それでは続いてね、このオーディンターボ見ていきましょうか。もうこれはね、めちゃくちゃ変態的と言いますかね、かなり尖った性能です。ライトマニアの方はかなりね、興味を惹かれるんじゃないかなというふうに思います。まずじゃあこちらもね、付属品から見ていきましょうか。充電ケーブルと20ミリレール用のマウント、リモートスイッチ。まあ、あとね、取り付けに使う色々がありまして、そして、
本体でございます。ね、この本体、まあ、銃につけるのが前提というのもありますけども、結構ね、長めのライトかなと思います。握るとね、こんな感じになりますからね。もうほんと、銃につけるようだなっていう見た目をしてますね。で、これ明るさは2段階で、このテールスイッチ半押しで、ローモード。これで90ルーメンです。押し込んで、ハイモード。これで330ルーメンです。で、対象撃が 1.5 の IPX8 という感じになってるんですけども、これの一体どこが尖ってるんだと。ね、明るさも330ルーメンで、さっき紹介したボーリアの方は2000ルーメンオーバーですから、全然なんか、さっきの方がすごいじゃないかと。これのすごいのはですね、この光を見てください。いきますよ。はい、今見えてますね。こんな感じで、まるでレーザービームかのように、すごい光の指向性が高くてですね、こうグッと収束されてるような感じなんですね。これがね、このライトのすごいとこなんですね。で、これのなんと最大照射距離はカタログスペックで1050メートルだそうです。1キロオーバーなんですよね。はい、というのがこのオーディンターボです。はい、これね、正面から見るとね、ほら、もうまるでね、スコープかのようなレンズが入っています。こちらはですね、フラッシュライトっていうと大体 LED を使うじゃないですか。ところがですね、これは LEP というものを使ってるんです。どういうものかっていうと、まあ、ホームページの解説によると、プラズマ状態から光を発するって書いてありますね。なので、プラズマライトとでも言うんですかね。まあ、この辺はオーライトのホームページに解説書いてありますので、ちょっと LED と LEP の違い気になる方は読んでみてください。はい。で、ベゼルの部分はね、こんな感じで、先ほどと同様ギザギザになっていますね。で、ボディの部分には、オーライト、オーディンターボのプリントがあります。で、バッテリーはね、先ほどと同様の 5000mAh 3.6V 21700バッテリーです。で、こちらはもうあのサイドスイッチとかなくて、ここのテールボタンだけですね。半押しと全押し。この2段階だけです。で、充電も先ほどと同様、こんな感じで行います。はい、そしてこちらはですね、もう銃にマウントすることを前提としたライトです。なので、ここに、マウントベースを取り付けるための突起がついていますね。こちらにこのマウントを、こんな感じで差し込みます。で、ここのつまみで、ロックをすると、外れなくなるという感じですね。で、外すときは、この横のボタンを押して、こうやって外します。で、これ、この向きでもね、つけることができますので、銃の横でも下でもどこでもつけることができます。で、こちらはこのリモートスイッチ付属しますので、こうやってつければね、もうこれで銃にマウントすることができるわけです。はい、まあ、取り付けるとね、こんな感じになるわけです。それでは、このウォーリアー 3S とオーディンターボ、実際外と、そしてサバイバルゲームフィールドでね、ちょっとつけてきましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、それではいつも通り、外で使ってみましょう。周りに人がいないことを確認してテストしております。まずは、ウォーリアー 3S の方からですね。一番暗い、ムーンモードです。こんな感じで今これ、ライトから地面まで、1メーターちょいってところですけども、割と照らせていますね。ちょっとだけ足元を照らしたいぐらいだったら、これでも全然大丈夫だと思います。では、次はローモードですね。はい。一気に明るくなりました、まあ、ちょっと夜道の散歩で足元を照らすんだったらローモードぐらいはあった方がいいかもしれませんね、今これライトの先端から地面まで同じく1メーターちょっとといったところです。で、こうやって見ていただくと分かるんですけども、中心光がね、均一な感じですごい綺麗なんですよ。なので、なんでしょう、こう目に優しくて非常に使いやすい配光じゃないかなって思いますね。これがハイですね。かなり明るくなりました。なんかキャンプとかハイキングとかで真っ暗なところを進むのであれば、これぐらいの明るさが欲しいかもしれませんね。で、ターボモードです。はい、めちゃくちゃ明るいです。まるでね、昼間のように地面を照らしてくれますね。ただ同時に結構発熱がすごいので、そんなに長時間の連続運用はやめた方が良さそうです。はい、今前方の木を照らしてます。だいたい多分これ今25メートルから30メートルぐらいの距離ですね。はい、これ今ミディアムモードなんですけども、十分ね、照らせていますね。で、ハイにするとこんな感じで、ターボだとこんな感じになります。まあ本当に普段使いからキャンプとかまで幅広く使うことができるライトではないでしょうかね。では続いてね、かなり尖った性能であるオーディンターボの方をやってみたいと思います。
もうこれは明るさの切り替えがね、テール半押しか全押しで一番明るくなるの2種類しかないんです。はい、こんな感じでね、これすごいでしょう。この地面までの間の光の筋が見えているのでね、まるでレーザーかのようですね。で、30メートルぐらい先の木を照らすとこんな感じです。これね、ちょっと近いんですよ。まだもっと離れましょう。はい、先ほどの木はだいたい今前方130メートルから140メートル前後にあります。この状態で照らしてみましょう。人がいないことを確認してから行います。はい、行きます。はい、今これもう130前後離れてますからね。こんな感じで照らせるんですよ。すごいでしょこれ。正直今もうこれ目いっぱい下がってるんで、これ以上下がれないんですけども、多分ね、全然まだまだいけますね。こんな感じでね、まるで前方をスポットライトではなくてレーザービームのように照らすことができるのがこのオーディンターボです。はい、とまあこんな感じでございました。ここは真っ暗なサバイバルゲームフィールドです。はい、真っ暗のねサバイバルゲームフィールドでオーディンだけをつけるとこんな感じです。もう本当にね、この光の照らしてる先しか見えません。周りは全然見えない。すごいね。でこの状態でウォーリアーつけるとこうなります。こうやって使えばある程度ね、こう照準器みたいな感じで使えないこともないですね。はい、とまあこんな感じでございました。という感じでございました。はい、というわけで今回ですね、こちらオーライトのウォーリアー 3S とオーディンターボの紹介でございました。まあね、銃につけるとね、とってもかっこいいライトかなと思うんですけども、ちょっとさすがにね、サバイバルゲームで人に向けちゃうと危ないので、最近ねシューティングレンジとかでやってるローライトマッチ、会場を暗くしてフラッシュライトの明かりだけで的を撃つという、まあ、そういうイベントやったりしていますので、そういう時に使うとなかなか面白いんじゃないかなと思います。まあ、特にねこれ2つを組み合わせると、こっちのウォーリアー 3S の方でこう全体をね照らして、そしてこのオーディンの方でレーザーサイトの代わりですよね、照準器として使うことができますので、まあ、かなりシューティングにも有利になるんじゃないかなと思います。ただ本当にあのこれ非常に明るいライトたちですので、人に向けないように気をつけてください。はい、で今回のこちらの商品たちのお値段なんですけども、こっちのウォーリアー 3S、 こちらはですね現在 Amazon で 13,395 円です。でこっちのオーディンターボ、こちらが 27,795 円という価格で販売されております。まああとね、オーライトさんではこの単4電池1個で駆動する i3eEOS、これのねプレゼントキャンペーンもやってるみたいですので、要チェックという感じですね。はい、という感じでございました。今回もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではじゃあね。